どうも、金曜日になりましたね。今日は18日かな。18日ですね。6月18日。今ね、深夜4時なんですよ。まだ夜明けには早いぐらいですけども、相場解説の方していきます。ここでのミソなんですけども、まずデイリーを見たときに、デイリーはフラッグを書いてましたよね。ですから、チャンネルラインの上の線、こちらに弾かれて下に行くのか、それともブレイクして、上に抜けていくのかっていうところがまず注目するべき点になります。まあ、結論から申しますと、チャンネルラインに弾かれて下の方に行ってるってことなんですよね。まあ、ですんで、このフラッグを信用してチャンネルラインに従って、上に当たったらセル、下に当たったらバイというね、基本を守っている方なら今含み益を取っているところだと思います。折しもですね、昨日急騰してしっかりと50ピップスぐらい取れたかなっていうところと、エントリーポイントはもうね、事前にお話ししてましたんで、そのポイントで予約をしてた人は、やすやすと、この40ピップス、50ピップスが取れて、大きな利益になったんじゃないかなと思います。まあ、場合によってはですね、追撃モードでポジションを同じ方向に、追い打ちで2つ、3つ、4つと持って、爆撃を成功させた、そういった人もいるかもしれません。まあ、私はですね、今回の、エントリーポイント、かなり自信を持っていました。やっぱ2週間ね、しっかりと、考察しただけあって、ブレイクしたら大きいなと思ってましたんでね、それをしっかり取れたわけですけども、やっぱり利確ラインというのは上のチャンネルラインに合わせて利確してますんで、今回下に引っかかるようでしたら、やっぱり大きくね、またセルで取っていきたいなと思ってたんですけども、まあ寝ていたんでね、やれませんでした。まあそういったことも込みでちょっとお話していきます。では画面を切り替えますので、まずはデイリーの方から見ていきましょう。はい、デイリーになりますけども、チャンネルラインをまず2本引きますよね。これは前からお話しした通り、ここからこういう風な下のチャンネルラインとフラッグの上のチャンネルラインがあります。ピタッとね、一致しますね。これ上と下の線平行でしょ、こういう風に。で、上から入ってきたのが跳ね返って、上のチャンネルラインに当たったらセル、下のチャンネルラインに当たったらバイの方で、まあうまくいってるわけですよ。で、今回もこれを取れたでしょっていう話ですね。で、当たった瞬間突き抜けずに、今また下に戻って陰線を描いているっていうところですね。で、この陰線が、まあ、どういうふうに育つかってところですね。こちらの方に行って、また同じように上に跳ね返っていくのか、それとも突き破って、まあ、フラッグ終了、入ってきた方向に抜けるのかっていうふうな警戒になってきます。じゃあ次の時間軸、4時間を見ていきますよ。4時間を見ていますと、数日前からずっと警告したここを突破してね、この急騰を成功させたってところがありますけど、これが戻っていって、やっぱりこの辺りとかこの辺りに反応して、ここで留まっているっていうところですね。移動平均線もちょっとね、カクッと横に向かった形になってます。移動平均線、この先頭がね、こう真横に向かっているような感じになってるでしょ。で、1時間見ていきますね。はい、1時間なんですけども、レンジを書いたと思います。こういうふうにね、そのレンジを突き破って上昇していったという経緯がありまして、ここに反応してですね、同じようなところで戻ってきたのは、まあ止まるかなと。それがこの箱のね、レンジの箱の上の線に当たってなのか、それともこれはとりあえず突き破って、突き破って内側でこうね、展開していくのかになります。1つ目はここで跳ね返ってこっちか、それとも2つ目はこの箱の中でね、展開するためですよね。それを今日は1日見ていくことになります。おそらくですね、まあデイリーのフラッグを守るようでしたら下の方に行くはずです。まあ、こういうふうにギッタンばっかりになることも考えられるんで、大きくね、50ピップスほど取った後っていうのは、この下に下がっていくピップスをね、往復ビンタで取れるっていうのはなかなか上級者なんですけども、まあ、いずれにしましても大きく跳ねた後っていうのは、今度はまあ横ばいというかレンジに近い形がまた続くかなっていうところですよね。というふうにね、まあ、いつものパターンといえばパターンなんですけども、なんかこう忘れがちなんですよね。今来ている相場は特別なんじゃないかなと思っちゃうんですけども、そんなことはありません。ずっと同じパターンで進めていけば、4対6で
勝ち越すことができるということですね。まあ今日金曜日なんで、しっかりとピップスも取ったんでね、無理せず行こうと私は思いますけど、もしね、今日金曜日も勝利したいなってことでしたら、109円の995あたりでセルにブレイクすることを考えておいてもいいかなと思いますね。まあ、その1点ぐらいかな。あと強いて言えば110円の155で跳ね返ってもう1回バイに行くかなというところですね。じゃあその辺も様子を見ていきましょう。もしかしたらまた来週になるかもしれません。本当に今週もお疲れ様でした。ありがとうございました。